こんにちは、ウィングです。今日はこちら、超超撥水ミラーコートゼロです。0キロでも雨がつかないという、本当でしょうか。やってみたいと思います。パッケージを見ると、スプレーするだけで拭き上げは不要という簡単な施工でできるみたいです。今回はやらないですけども、バックカメラにも使えそうです。作業上の注意と使用上の注意はこんな感じです。作業方法なんですけども、使用前に砂やほこりをカーシャンプーなどで洗い流しておいてください。あと、その後にしっかり乾燥させておくことが大事です。今読んでいる台紙をミラーにカバーして、15センチほど離してスプレーしていきます。この時に最上部から平行に順番に塗っていくということが大事です。スプレーした後は必ず乾燥させましょう。一時的に白くなることがあるみたいですが、それは問題ありません。絶対に触らないでください。それでは作業する前にミラーを倒してしまいましょう。こうすると作業がしやすいと思います。あらかじめ洗車しておいたので、アルコールウェットで拭きました。乾いたタオルで油膜とかがないか確認しながらきれいに拭き取ります。パッケージの台紙を使ってカバーを作ります。それではミラーコートゼロをスプレーします。カバーの下側はタオルなどでカバーします。もう少し離して塗ればよかったと思いました。15センチほど本当は離してください。しばらくするとミラーが白くなって、だんだんまた透明になるのがわかります。わかりにくいので少しアップにしてみました。白いところがだんだん透明になっていくのがわかると思います。運転席側は完成したので、カバーを取り外して1時間ほど乾燥させます。
先ほどの失敗を考慮して今度は助手席側も塗ってきます。15センチほど離す、これが大事です。1時間ほど経ったので試してみたいと思います。水をかけていきます。全然水が、水滴がつきませんね。本当につきません。これはすごいですね。皆さんも梅雨入り前に施工されたらいかがでしょうか。グッドボタンもよろしくお願いします。